いつもお世話になっております農業やいなみたいな村田です。今回はスイカの作り方について紹介していきます。まずはじめにスイカの土作りについて。スイカは高温乾燥を好みます。日当たりのいい場所で育てましょう。植え付けまでに石灰肥料を施し土作りをしておきましょう。また連作が出やすいのでしっかりと連作障害の対策をするのがスイカ栽培にとってポイントです。連作障害の対策におすすめなのが連作障害ブロック。植え穴に入れるだけで簡単に偏った栄養分を均一にし有用な微生物の密度を上げてくれます。また接ぎ木苗を利用することをおすすめします。接ぎ木苗は病気に強い、収穫が長い、連作に強いというポイントがあり収穫が安定するのでプロの農家さんでも接ぎ木苗をよく選んでおります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。